楽しく綺麗に。今日も始まりましたサニクリーンの泥層チャンネル、はい、本日のテーマはこちら、衛生的なペットボトルの洗い方。よい、はい、矢野さんはペットボトルを再利用したりしてますか？あんましてないです。私は結構丈夫で使い勝手が良くて、何より環境にも優しいので、はい、使っている方も多いんじゃないかと思います。でもペットボトルって口がこんなちっちゃいんで、うん、スポンジで、ね、届かないですし、ちゃちゃっと洗うだけだと不衛生な感じがするんですけど、はい、ですよね。今日はね、そのペットボトルを洗ってみたいと思います、はい、それではやってみましょう。はい、アイテムとしてこれらを使います。じゃん、重曹クリーナーと台所用洗剤とお酢です。お酢、最後ね、このスポンジ、スポンジ、はい。ペットボトルの7分目ぐらいまで40度程度のぬるま湯を入れましょう。なるほど、入れました。重曹を小さじ 1,2 杯ほど入れます。はい、重曹はいろんなところで活躍しますね。このドロソチャンネルでもいろいろ使ってきましたけど、はい、万能ですね。そしたらキャップを閉めて、はい、ペットボトルをしっかり振って重曹をよく溶かします。はい、ペットボトルの容量いっぱいまでぬるま湯をさらに足します。はい、入れました。そしたらキャップを閉めて、そのまま 1,2 時間程度つけ置きをしておきます。で、匂いや汚れが気になる場合はさらに数時間つけ置きを続けましょう。1時間経ちましたね、はい、じゃあ最後中身を捨てて、はい、水でしっかりすすいで、はい、捨てます。このペットボトルはもともとお茶が入っていましたけど、お茶の匂いも取れたからいいですね。最後に匂ってみてください。わかりました。無臭になってるといいですけど、無臭だと思います。ありがとうございます。はい、ペットボトルの7分目ぐらいまで40度程度のぬるま湯を入れます、はい、ぬるま湯を入れます。先にお湯を入れて、その後台所用洗剤を 1,2 滴程度垂らします。で、キャップを閉めて20回程度シェイクしましょう。また、はい、はい、もういいんじゃないですか。でペットボトルの中の洗剤水を捨てて、はい、お水でね、何度かすすぎ洗いをしてください。しっかり洗剤成分が残らないように。でもこれ結構皆さんやってるオーソドックスな洗い方じゃないですか ね、 さっきの重曹よりも工程的にはシンプルですしね。 OK、 水道水の匂いがします。おっ、ということでね、はい、殺菌効果があるので、はい、雑菌の繁殖や食品の腐敗による悪臭を防ぐ効果もあったりするんですね。じゃあまずはペットボトルの中にお酢とお湯を入れます。はい、お酢が1、お酢が1、うんうん、お湯が4となるぐらいが目安ですね。ほう、ここ1入れず1,2,3,4、このぐらいまで。でキャップを閉めてまた20回程度シェイクしてください。はい、はい、殺菌効果とかすごい、うんうん、いいですよね。知ってる人もなかなか少ないんじゃないですかね。しかも洗剤じゃないんで、なんか安心。また何度かすすぎ洗いをしてください。おっす、匂いが気になりますけど、あ、全然お酢の匂いしないんです。この洗い方をお酢かな。おお。おなんだかんだ言ってもやっぱり私は、僕はこすりたい。そのスポンジをぶっ刺してください。とりあえず濡らします。一見入らなそうに見えても入ります。入ります。これはペットボトル洗い用のやつなんですかね。そうですね、もうがままにしっかり、まあ、これにね、洗剤入れてこすってもらってもいいですし、少々の汚れであれば水だけで落ちるかもしれませんし、うんうんうん、で最後また水ですすぎ洗いをします。最後は洗わずでしたけど洗い上がりましたね。
注意する点としてはですね、よく乾かすことが必要ですね。ほうほうほう、はい、洗浄後の水分が残ってたりすると、まあ、雑菌が繁殖しやすくなったりしますので、それと、うん、熱湯消毒とか、はい、食洗機で洗うのもやめた方がいいですよね、はい、そうなんですね、熱で歪んだり溶けたり、うん、食洗機の中の圧とか熱で、うん、破損してしまうこともあるんで、はははは、ね、手で洗いましょう。なるほどですね、はい、再利用するペットボトルもお茶やミネラルウォーターなどを使うことをお勧めします、うんうん、ジュースやコーヒーなどは匂いや糖分が残りやすいためですね、うん、はい、はい、まあ、ある程度まで使ったら、うん、衛生面でも耐久面でも処分して新しいものに変えた方がいいですよね、うん、ということです ね、 ね、今日の動画はいかがでしたか。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。お願いします。次回もまた見てくださいね。楽しく、綺麗に。